ご飯も食べて人心地つきましたね。うん、うまく司会できたかはわからないけど、なんとか前半を乗り切れてよかったよ。お疲れ様です、美穂さん。いつもの生徒会の無茶ぶりとはいえ、西住さんはよくやってたと思う。ありがとう、まこさん。でもみんなが助けてくれたから。こうして皆さんと戦車道のお話をする機会はそうそうありませんから、私はとても楽しかったですよ、西住殿。そうね、バタバタしてたけど私も楽しかったかな。うん、他の皆さんが頑張っているのも見られましたし、いい企画ですよね。私たちも楽しかったです。え、皆さんの会話のラリーすごかったです。ああ、いい仕事を見せてもらった。ガリア遠征は万事順調といったところだな。他の学校の人がいっぱいいると緊張するもも。やっぱり学校のみんなと一緒にいるのが落ち着くにゃ。あれ、先輩たちも来てるんだ。大混雑だね。西住大佐、お疲れ様でした。ちょっとそっち詰めなさいよ、整理整頓しないとみんな入れないじゃない。あれ、なんか渋滞してるね。ちょっと戦車の様子を見ようと思ったんだけど、試合の話聞いてたらいじりたくなっちゃったからね。あ、みんな集まってきちゃったよ。わかります、試合を思い出したら私も戦車に乗りたくなりましたから。やれやれ、結局こうなるのか。昼寝もできやしない。おや、西住殿、ぼーっとされてお疲れですか。ううん、そうじゃなくて、今更だけど帰ってこれたんだなって。この学校は、大洗は私にとって大切なところになったから。ミポリ、美穂さん、帰ってこれたといえば、うちの両親も床屋を畳まずに済んだので、毎日私たちの写真にお祈りしてますね。なんでそうなる。ねえ、会長からこんなの渡されたんだけど。それはメモリーカードですか。何が入ってるんですか。 PV 用の没写真とか言ってたわ。へえ、せっかくですし見てみませんか。そうだね。あ、学園か。これはエキシビションマッチの後ですね。ちゃんと記録してたんだ。でもなんでボツにしたんだろう。あそこで流すにはふさわしくないものがあったからじゃないか。風紀を守らない風紀委員とか。あれはもう忘れてって言ってるでしょ。じゃあ先に進めますね。ああ、これはびっくりしたね。学園が封鎖された時の写真ですね。はい、でも最初は何のことかさっぱりわかりませんでした。あ、子役認否よ。こいつが僕たちを。もう君たちは生徒ではないと言われた時は正直ショックだったな。マコ、学校がなくなってしまえばいいとか言ってたよね。すまない、あれは軽率だった。そもそも全国大会に優勝したら学園は存続できるというお話でしたのに。聞いた話だと子役人が口約束は約束ではないとか言ってたらしいもも。人は己の見たいようにしか見ないということぜよ。ああ、我らも詰めが甘かったことを認めざるを得ないでござる。私、この時の会長の表情が忘れられません。私たちめちゃくちゃびっくりしてるね。本当に突然だったからね。私たち学園がなくならないように頑張ってたのに。あゆみちゃん、体重の話してなかった。あれはあやが混ぜ返したんでしょ。学校がなくなるってあの時はよくわからなかったけど、頭が真っ白になっちゃいました。うん、みんな元気出して。私たちこうやって戻ってこれたんだし、終わっちゃえば笑い話だよね、ミポリ。うん、そうなって本当によかった。出ました、サンダースのスーパーギャラクシー。この時は感激しました。文科省に戦車まで取られそうだったのをケイさんたちが預かってくれたんだよね。
ええ、生徒会の皆さんが紛失顛末書を用意してくれていて。うん、私たちより驚いているはずなのに、いろいろ動いてくれていたんだね。生徒の皆さんはみんな別れてしまいましたが、私たち戦車道のメンバーは一箇所に集まれて幸いでした。いや、あれは生徒会がわざわざ生徒の割り振りを調整したそうだ。え、そうなの？いろいろ考えてたんだ、生徒会の人たち。恥ずかしながら実はあの時野営みたいで結構楽しかったです。ゆかりんはほんとぶれないよね。こういう時は頼もしいよ。まったくだ、ある意味大物だな。そこまで言われると照れてしまいます。でも他のチームの皆さんだってすごかったですよ。ほら、ちょっとやめなさいよ。寝坊してた時のだね。恥ずかしい。バレー部の皆さんはいつもより元気そうでしたよね。はい、明るい間は校庭が使い放題だったので、いつもより充実した練習でした。ネコニャさんたちはどうして体力作りを始めたんですか？僕たちは全国大会でみんなに迷惑をかけちゃったから。それにあそこにはネトゲの環境もなくて、やることがなかったピヨ。だからちょっとでもみんなの役に立てるよう体力作りを始めたなり。はい、大学選抜との試合でのアリクイさんチームは本当に見違えました。あ、西住殿、次の写真に行ってもいいですか？え、わかりました。アコミュージアムか。これは城か？見たことがない形だが。ミポリン、今まで見たことないテンションだったよね。西住隊長たち、こんなところに行ってたんですか？へー、大洗にこんなところがあったんだ。ちょっとこのクマ、かわいいかも。え、ユキちゃん大丈夫？じゃあ今度はみんなで行こう。私、いっぱい教えてあげられるから。ミポリン、気持ちはすっごく嬉しいんだけど、ちょっと考えさせて。あ、大学選抜の隊長だ。はい、島田アリス殿ですね。この時は全然気づきませんでした。確かにアリスさんが私たちの対戦相手になるなんて思いませんでしたね。限定ボコの最後の1個をお互い買おうとしたんだよね。あの時はありがとう。え、こんにちは。アリスちゃん、どうしてここへ？島田さんがまずあなたに会いたいって言うから連れてきたのよ。わ、蝶の教官まで。ご無沙汰してます。はい、こんにちは。みんな元気だった？はい、おかげさまで。教官殿もお元気そうで何よりです。島田さんも久しぶりだな。うん、みんなに会えて嬉しい。私も会えて嬉しいけど。じゃあやっぱり午後からのゲストってアリスちゃんなんだ。あなたたちが感想戦をやることを島田師範に話したら、島田さんが連れてってほしそうにじっとこっちを見てたのよね。それは内緒にしてって言ったのに。迷惑だった。みんなのお祭りに勝手にお邪魔して。いいのいいの、みんな同じ戦車道を歩んでるんだから。一度戦ったら戦車道仲間なのよ。そうでしょ、門谷会長。さすが教官、いいこと言いますね。ご足労いただいちゃって助かりました。あ、会長、じゃあやっぱり。うん、感想戦やるなら一方からの視点だけじゃ面白くないと思ってね。まあダメ元で蝶の教官にお願いしたんだよ。感想戦だなんて面白そうなこと、この私が放っておくはずないじゃない。そう言ってもらえると思ってました。島田ちゃんも来てくれてあんがとね。今日はよろしく。ありがとう、こちらこそよろしくお願いします。あ、ですがデータの共有の件など大丈夫なんでしょうか？うん、確かに今回の企画は情報共有による高校生戦車道チームの自力の底上げ。このままだと大学選抜チームのデータも共有することになってしまいますけど、大丈夫でしょうか会長？
まあ共有するデータが多ければ多いほどいいんじゃない？うちのデータも渡しちゃえばいいし、島田ちゃんもそれでいいかな？うん、私たちのデータも役に立ててほしい。え、いいの？それってすごいことだよね。おお、これは貴重なデータが得られそうですね。アリスちゃん、本当に大丈夫？うん、あの試合は私たちにとっても反省するところが多いから、感想戦というのも面白そう。ありがとう、アリスちゃん。うんうん、みんなも美穂さんたちとの交流を楽しみにしてたし。あれ、そういえば他の子たちは？なんだか外が騒がしいようですが。え、ちょっと席を外します。ちょっとめぐみ、ウェイト、待って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 。あら、そんなに遠慮しないでいいのに。先輩がちょっとこの前の試合について話したいだけなんだから。めぐみ先輩、ここで話しましょう。どうしてわざわざ個室に移動しなきゃならないんですか？めぐみ、その辺にしときなさいよ。この子たち困ってるじゃない。後輩とのちょっとしたスキンシップじゃないねえ、ナオミ。めぐみさん、すみません、本当勘弁してください。サンダース名物の反省会、ちょっと見てみたかったけどな。あ、隊長？隊長、これはそのめぐみ、なんとか言いなさいよ。あの隊長、これは後輩との軽いコミュニケーションというか。おい、隊長怒ってるぞ。これどうするんだよ。こうなったらあれしかないわね。すみません隊長。バミューダ謝罪？それよりあの子が来なかったら私たち死んじゃうところだったわよ。すごいね彼女。サンキューアリス、助かったわ。で、みんなは集まって何してたの？ああ、PV の没写真を預けてたんですよ。あ、はい、楽しませてもらってます。で、あら、これは角谷さんと文科省に行った時の写真じゃない。え、お母さん？美穂さんのお母様？そうなの、ミポリン教官。ミポリンのお母さんがなんで教官や会長とそんなところにいたんですか？向かって一番左が戦車道連盟の理事長で、私の隣にいるのが西住流家元の西住志保さん。西住さんのお母様ね。へえ、戦車道連盟の会長って男の人なんですね。西住さんのお母様は文科省からプロリーグ設立委員会の委員長を打診されているの。ま、怒らせたら役人が困っちゃう立場ってところね。そこにいらっしゃるのは角谷さんや私が巻き込んでしまったんだけど、大笑い女子の扱いには思うところがあったみたいね。なるほど、会長がしばらくいなかったのはこういうわけか。いや、皆さんには本当ご面倒をおかけしちゃって。気にしないで。私たち大人の都合であなたたちが困るなんてやっぱり違うと思うから。それに家元のあの言葉が聞けただけでもやった価値があったわ。文科省に大笑いの優勝がまぐれって言われた時、返す刀で戦車道にまぐれなし、あるのは実力のみ。しびれましたね、あの言葉。切れ味抜群だったわね。お母さん、おっと、つい長話しちゃった。みんな待たせちゃってるかな。よし、じゃあここは私が一つ盛り上げてあげちゃおうかしら。いいですね。んじゃあみんな、ささっとグランドに移動してね。では西住、引き続き司会の方よろしく頼むぞ。はい、アンコーチームのみんなも引き続きよろしくお願いね。はい、お任せください。美穂さん、お母様のことよかったですね。花さん、ありがとう。私、お母さんがそんなことをしてくれていたなんて知らなかった。そろそろ始まるぞ。後半は人数も増えるし、午前の部以上に賑やかなことになりそうだな。ミポリン、あと半分頑張ろう。私たちも頑張るよ。西住殿、よろしくお願いします。
ありがとう。みんな、後半もよろしくお願いします。おー